ゲームスタートですよ、ケルベルス様。案内人が音合わせしてくれたな。俺じゃなかったな。まあ案内人とズッキー同じ場所にいるからね。あ、今ちょっと横におるから、うんうん、であればまあ問題ないでしょ。俺が喋ってる時はちょっと案内人喋られへんから。そうだね、なんかなんでだろうね、同時に喋れないみたいだね。そういうちぎりを交わしてるだろう。そういう契約のもと、そうそうそう、一緒にいるんだ。そう、眷属だから。これ使おう。使うな。絶対いらんやろ。絶対いらないわ。前回この夢じゃないっていうシギマハルエさんのお話を始めて、そう、今回この面白い話って言って、さぞ面白いんやろな。いや、面白くなくちゃこんなタイトルにしちゃいけないからね。できんよ。あ、でも外に出てるよね、だってここで会ってるのにね。うん、出てる。あ、言うこと聞いてない。前回のあらすじ、送り表紙儀の呪いは受けたが、それは使わず、呪詛玉を奪うことで蘇りの秘術を使おうという提案に乗ったシギマハルエは、カイ・リヒタを、貸し主の、あ、貸し主の探索に送り出した。ってところからだね。うんうん。美人だな。外やけどな、うん、外出ちゃってんだろうね。午前1時台。シギマハルエさん、人妻、シギマ帝王節馬、これね、なんだっけ、ナメドリね、ナメドリのシール集めなあかんから、うん、カイさんが出て行ってから1時間以上が経っていた。何かあったら電話で連絡をよこすとのことだったが、まだ何もない。ああ、待ってられないんじゃない。何もせずただ待っている。ああ、考えられそう。むやみに外に出ると危険だというのはわかるけど、こんな大切な機会に何もしないというのは落ち着かない。白石道夫という娘も探してもらわないと。でもまずは、再婚が先。カスね。カス。魂のカス。ズッキーすぐ人の魂のことカスって言うからな。口が悪いよ。本当だよ。レコードでも聞く？やめよう。夜中だし、聞きたい音楽も特にない。まあ、全部。父親の趣味やもんな、全部。ね、そうだね。父親。あ、なんか新聞落ちてない？え？本当だ。父親と夫がいろいろ買い揃えて、シギマハルエさん自身がなんか揃えたものなさそうだったもんな。うん。で、あれ、新聞？椅子の上に置いてあったものが落ちたみたい。あ、これあれじゃない？その白石道夫死にましたよっていうニュースとか書かれてんじゃないの？書かれてそう。ねえ。読もう。新聞、読めません。応接間に置いておくために取っているもので、私はそんなにきちんとは読んでいない。ここ数年、まともに見ることもなかったけど、手持ちぶさただったった、手持ちぶたさん。手持ち豚さんやめろ。手持ち豚さだし、ブサタだし、ブサ、言えねえんだよな、これ。手持ちブサタが一番言えない、私。手持ちブサタ。手持ちブサタ。うん。手持ちブサタだし、見てみようか。手持ちブタさんのとこ使ってんやろね。それ、うん、それ言うことで使わざるを得なくなるんだよ。手持ちブタさんってなるからね。社会欄、経済欄、文化欄、教育欄、テレビ欄がある。まあ全部見ていいとは思うけど。うん。社会欄。社会欄。うん。教育欄。教育欄。じゃあ教育欄から。今や高校全入時代。高校全入時代と言われ、中学校卒業後は女子も高校に進学するのが当たり前になっている。そうか。昔は当たり前じゃなかったもんな。子供一人一人の教育に力を注ぐだけの余裕が生まれてきたということらしい。大企業に就職するためには、いい大学を出るのが必須という学歴社会になって、私のような団塊の世代の子供の世代は同年代の人数が多く、受験戦争はますます激化し、そのストレスや反発からか、
校内暴力や非行少年も増加しているとか。でも、うちの子に限っては、そんなことは絶対にないと信じてた。周一くんね。うん。この欄は見るのはやめておこう。どうしてもあの子を思い出す。ああ。置いたね。まあ見るのは他も見れんのかな。うんだと思う。これだけ調べとくか。あれ調べられない。あ、え？あ、調べられなくなってる。一回調べたから大丈夫なんじゃない？そっか。まあ、これしかないかな。じゃあテレビ欄。テレビはあまり見ないけど、最近は世の中の情報のすべてがテレビを中心に回っているのを強く感じる。最近だとネットだよね、多分ね。もうネットやな。テレビというよりは、もうだってテレビ見てないもん、私。俺も見てない。そうよね。うちの誘拐事件も、テレビ報道を父が規制したらしいので、そこまで騒ぎにならず助かった。あ、まだ見れる。今は、漫才ブームが終わって漫才師たちが漫才をやらない番組が流行っているらしい。ん？バラエティ番組的な感じなんかな？かな。超能力者や霊媒師が出てくるような特番も多い。オカルト系が人気というのは本当なんだ。あ、終わったわ。社会欄とかにその事件のこと書いてそうだよね。載ってそうよな。あー、経済欄。ここ最近の経済状況。戦後の高度経済成長もピークを過ぎて、多くの大企業が安定して、台頭する時代。今は1ドル220円から230円。すげえ高え。高っ。今100円とかその辺だよな。な。へえ。製造業が増えて、国産製品の輸出が好調なのだとか。一時期に比べたらドルも下がったけど、これからもっと下がるのではと言われている。うん、下がってます。下がりましたね。ねえ。確かにここ数年で人々の暮らしは明らかに豊かになったと思う。テレビや車は当たり前になっているし、スーパーに売っている食品も種類が増えたらしい。いちいち新聞多くね。都市部に人が集中し、土地の値段がどんどん上がって、マイホームが夢と呼ばれるようになっている。これから都心では一戸建てが減り、マンションが増えていく、か。ああ、そうだね。うん。マンションだらけよね。うちは一般的なサラリーマンではないので、どうしても世間との乖離を感じる。まあ文化なんかな、じゃあ。人々の暮らしにも余裕が出てきて、ここ数年で様々な娯楽が生まれているらしい。ちょっと前まではインベーダーを撃ち落とすゲームが大流行りしていたけど、最近は遊園地よりも豪華なテーマパークという施設や家庭のテレビにつないで遊ぶゲーム機が出て人気らしい。末置きね。ベストセラー小説の映画化や特撮映画などヒットする邦画の話題もよく耳にする。レコードは私の頃はグループサウンズやフォークソングが流行していたけど、今はシティホップと呼ばれるジャンルやアイドル歌手が主流になっているらしい。ほーん。そんな話を聞いても、私にはあまり興味が湧かない。もう、周一くんがいなくなっちゃったことで何に対しても、なんか、なんだろう、興味を持てなくなっちゃったんだろうね。周一、喉大丈夫。大丈夫か周一くんがすることとかには多分興味持ってたりするんやろうな。うんうん、うん。一緒になって。ね、音楽が好きやったら私も音楽がみたいな。うん、一緒に勉強しましょうとかって言うんだろうね。悲しい。あと最近だとナメドリと呼ばれる不良の格好をした鳥が商品化されて大人気とある。ああ、さっきカイさんが言っていたのはこれのことか。次々に新しい娯楽が現れて流行がどんどん入れ替わっていく時代になっている。私はついていくのはもう無理だろうけども、もう無理だろうけども。新人類と呼ばれる新しい価値観を持つ若者たちが引っ張っていくのだろう。私たち新人類ってこと？じゃないっすか？ウィーウィーじゃなくて。ちょっと若者らしく行こうかなと思った結果、ちょっとうざくなっちゃった。若者に対しての偏見がすごかった。もう、なんか、脳みそ停止しながら、ウェーって溶けてるだけみたいな。
偏見すごかったな。新しく引っ張っていくに不安しかないね、それね。不安しかないよ。社会欄。今社会問題になっているのは、もっぱら都市郊外のようだ。確かに、ちょっと前まで本当に大気汚染や水質汚濁がひどかった。川は工業排水や生活排水で泡だらけ、近づくだけでヘドロの匂いが立ち込める。深刻な公害病が発生し、人々の意識が高まってきて、ようやく改善の方向に向かってきたが、排気ガスや高化学スモッグなど、工業地域の空気はまだまだひどいものだ。あ、全然関係なさそう。うん。凶悪な犯罪や事件も後を絶たない。あ、来るか？来そうかな？先日も区内の公園で、警察官の死体が発見されるという事件があったようだ。ほう。警察官。うちの家系に警察関係者が多いので、どうしても気になってしまうけど。去年の一件以来、辛くなるので、ニュースもあまり見ないようにしていた。あ、まだ見れそう。ああ、来ました。高校生少女の自殺？あ、確かに、一週間ほど前、近くで学生の投身自殺があった。原因はいじめか、受験かとか言われていたけど。え？あれ？嘘。この、一週間前に自殺した子の名前。駒形高校の、白石道代って。聞いたことがない名前だわ。記憶喪失かな？さっき聞いたばっかりなんだけど、1時間前に。え？置くな、置くな！あ、終わったんだ。あー。はぁ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 。あ、じゃあテレビでも見るってことか？テレビ見れんのか？うん、他だって、テレビっぽくない？なさそうやな、うん、ねえ。あー、そっか、テレビも放送していない。つけても無駄、ダメだった。考えるか。息子の誘拐に関わっていた白石道夫は、一週間前に自殺していた？どういうこと？城之内という教師は、すでに死んでいる少女を恐れていたの。やっぱそういうことになるよな。ねえ。呪いって、そういう理由？あ、私ではわからない。甲斐さんに相談したい。電話はまだ？電話、受話器が上がってたりしない？上がってない？カイさんからの連絡を待っているけど、未だ電話は鳴らない。大丈夫。受話器は上がっていない。かかってくればすぐになるはず。もう鳴った！あ！鳴った。いや、スロット。まあ、1個ぐらい。そうだね。スロット3だけ残しておこう。まだ出ないって何？出よう。出るか。うん。はい、シギマです。誰からの電話なんやろ？さすがにカイさんだと思ったけど、なんかこの感じで暗くなっちゃうとな。駒形橋。ああ、カイさんだ。電話でカイさんに呼び出され、私たちは隅田川にかかる駒形橋まで来ていた。カイさん、あなたに話したいことがある。そうか、奇遇だね。僕もだよ。なんかすごいシリアス風じゃない？うん、深刻な感じしてる。うん。隅田川を眺めている。なんか今実績解除されたんだけど何？嘘。なんだ？川に何かあるの？川見てみる？じゃあ。まあ何もなさそうな感じはするけど。この、隅田川。汚染で淀んだ川だけど、夜になれば静かに佇む水面、水面かな？静かに佇む水面は穏やかな表情を見せる。あ、マダム。やはり地元の人にとっては、この隅田川は故郷のシンボルみたいな存在なのかい？
さあ、少なくとも、私はあまり好きじゃない。ああ、修一くんが発見されたのが川なんだったっけ？やったかな？うん。そうだったね。誘拐事件の後、あの子は、この汚い川で見つかった。こんな冷たくよどんだ水の中に一人ぼっちで。さぞ怖かったでしょうに。寒かったでしょうに。どうして罪もないあの子が、そんな辛い目に。それから私、毎日この川のほとりに来て、川に向かって、お願いだから返して、あの子を返してと、ただただ祈り続けていた。幾日も、幾日も。うん。昔から川というものはこの世とあの世の境界だと言われていてね。それだけ流れる水を越えるという行為には霊的に大きな意味があるそうだ。人々が江戸で暮らすようになった頃、中央に住む人たちにとってこの大きな隅田川の向こう岸というのはまさに異世界だったらしいね。かの地には人々からの異比的な感情が集まって渦巻いていた。明暦の大火という大災害の後、両国橋が仮設され、本格的に本所開拓が行われたわけだが、その際この地域は縦横に開削した人工河川で囲われ、さらにいくつもの堀や割下水が張り巡らされた。それは洪水を防ぐための何？治水？治水。治水だと習ったけど。それもある。だが、大川の悲願という異世界に渦巻く汚れや魑魅魍魎の類を川で囲ったこの地区に閉じ込めて、死願、すなわち移し世に現れないようにする。おー、かっこいいそんな意味合いが密かにあったそうだよ。難しい言葉いっぱい使うね、リヒタさん。うん、移し世と隔離世やから。うんうんうん。つまり本所はあの世に近い場所とされていたってわけ。だからこそ蘇りの秘術なんてものがここに眠り、そして本所七不思議とその呪いがなお今ものその呪いが今なお残り続けているというのはあるだろうね。そして今僕らが立っているここは川の真上、まさにこの世とあの世の境目だ。人が蘇るくらいの奇跡が起こったとしても、まあギリギリおかしくないだろう。あー、ここで再婚を食べたらここで使うってこと？川に向かって祈りを伝えたマダムの行為もあながちデタラメってわけじゃない。それって慰め？いや、考察だ。そう、面白い話。ああ、タイトル回収。カイさんの話が面白かったと。うん。お、いいねこれ。あ、いい、うん、エモさを感じる。朝焼けかな、読んでもらおうかな。はい。東京の東部に流れて東京湾に注ぐ荒川水系かなの一級河川。河川で合ってるよな。うん、河川で合ってる。江戸時代には。わかんねえ。え、河川だって、うん、河川敷やから合ってる。あ、そうだね、合ってるね。うん。城下建築。
やってるよな。うん。江戸時代には城下建築を支える材木運送の要であるとともに、すだつづみは花見や川遊びなど庶民にとっての行楽の場であり、多くの錦絵にその賑わいの様子が描かれている。現在こそ改善されているが、戦後には生活排水や工業排水による悪影響に悩まされた時期もあった。隅田川には両国橋や吾妻橋をはじめデザインの異なる橋が多く架けられているのが特徴で、観光スポットとして訪れる人も多い。また夏の花火大会は欠かせない風物詩となっている。都市の発展に川の存在は欠かせないものだが、江戸から東京へと共に寄り添ってきた隅田川のその情緒あふれる風情は、多くの人文墨客を刺激し、様々な文学作などの舞台になっている。ああ、完璧。難しい、ボロボロ、この説明。ボロボロ。漢字も勉強しなかんな、また。そうだね。ああ、隅田川、まだ調べられそうだな。まあ、もうちょっと調べたり、考えてみてもいいかも。正直なところ、あまりのんびりとしている気にはならないのだけど。今が、あの子を蘇らせることができるかどうかの瀬戸際なのだから。周囲。隅田川に架かる橋の一つ、駒形橋の上にいる。高速道路と大通りに囲まれているけど、さすがにこの時間だと交通量はほとんどない。おお。追加されちゃった。駒形橋。隅田川に架かる橋の一つ、竣工は1927年、関東大震災後の復興事業において、当時最先端の建築技術が用いられ、デザインとしてもアーチが特徴的な外観となっている。隅田川には多くの、なんか、見覚えあるけどな。橋梁じゃない？橋梁。違うかな。橋梁で出てきた。お、やった。橋梁。あ、合ってるっぽい。隅田川には多くの橋梁が存在するが、それぞれ異なる構造形式、それぞれ異なる形、こ、パッピそれぞれ異なる形造形式、こ。今日私たちやばくない？ああやばい日かもしれん。ちょっとやばいな、今日。それぞれ異なる構造形式とデザインが用いられている。うん、OK。なるほどね。いや、いろいろ知識は増えるけど、でも、そうね。すっと私たちの中でこう、そうなんだってインプットされてる感はない。ちゃんと消化はできてない。ちょっと待ってよ。じゃあ、もう一回隅田川見ようか。そう。隅田川と言ったら、もう一つ思い出す話があるのだけど。聞いてくれる？もちろん。20年くらい前、私がまだ学生だった頃の話。その頃の隅田川は、今よりもずっとずっと汚染がひどくてね。工場の排水や不法投棄されたゴミだらけ、ヘドロまみれで匂いもひどかったし、犬や猫や鳩の死骸なんかもたくさん漂っていた。きつ。ある日、そんな大量のゴミに紛れて、行方不明だったクラスメートの左手の一部が見つかったの。え？ほう。何？本当に、偶然の出来事で、たまたま人の手の形をした部分が見つかって、手のひら以外は腐って落ちてる状態だったんだけど、たまたまその子に特徴的な指の傷跡があったから身元が判明して、さらに骨が刃物で切断されていると分かって、これは殺人事件だってなって。
はあ、バラバラ殺人事件ってことね。うん。それはもしかしてねじま事件のことか。あら、よく知ってるのね。さすが。カイさんはまだ小学生くらいだったはずでしょ。あー、年上なんだね、春江さんの方が。さすがに知識として知ってるだけだが、あの事件の被害者の少女はマダムのクラスメイトだったのか。はあ。ねじま事件。あ、ねじま事件まとめ。うお、すごい。なあ、長そうですね。20年以上前に起こった女子高校生惨殺事件。隅田川に人間の左手の一部が浮かんでいたのが発見され、調査の結果、捜索願いが出されていた女子高校生のものだと判明。切断跡が確認されたため、殺人及び死体遺棄。うん、死体遺棄事件だ。切断跡が確認されたため、殺人及び死体遺棄事件として捜査開始。隅田川に残りの遺体がないか大規模な捜索が行われたが、当時の汚染された河川とヘドロで調査は一向に進まなかった。視界は悪く、汚臭もひどいため、長時間の調査は困難で、挙句に潜水調査員が皆体調を崩すこととなったが、それでもかろうじて被害者の頭部と脚部と見られる部分のみが発見された。当時は最も環境汚染がひどかった時代と言われており、魚や貝は消え、隅田川の花火大会も中止になるほどであった。そんなに。またその調査の中で身元不明の人骨の一部も複数発見された。まあ誰も調べたりせえへんから、ここに投げ捨ててしまえばっていうのが多分多かったよな。当時上京してきて行方不明になっていた少女が複数人いたため、同じように巻き込まれたのではないかと世間を騒がせた。ただ当時の鑑定技術では骨からは身元までは特定できず、これらの白骨については事件化されずに処理されている。ここから私読むか。任せるわ。結構長いな、はい、長いのよ。まだこれ半分ぐらいよ。状況証拠が圧倒的に少ないため捜査は難航を極めたが、ふとしたきっかけである無関係の人物が容疑者として急浮上。別件での聞き込み中に一般公開されていない被害者の些細な特徴を話していた人物に、嫌疑をかけ、地道な裏取り捜査を進め、どうにか逮捕に至った。犯人は被害者と何の接点もない36歳の自営業の男、ねじま文親であった。ねじまは道を歩いていた被害者少女を拉致し、自宅兼店舗の地下倉庫に監禁。その少女を狙った理由は、たまたま夜道を一人で歩いていて都合が良かったという理由だけだった。監禁して数日後、ねじまは少女の体を拘束し、口を縫い付けると、意識があるまま手足の指を業務用カッターで切断した。少女がその苦痛に声にならない叫びを上げ暴れる中、じっくり観察するように時間をかけて、手足、首から、膝とだんだん中心に向かっていくように各部位を切断していった。少女は意識を失っても別の切断の痛みで覚醒するのを繰り返し、やがて失血によって絶命するまでそれは続けられた。その後、遺体をさらに細かく切断し、裏手の隅田川に行き、地下室を清掃し、何食わぬ顔で日常生活に戻ったという。この人倫にもとる陰惨な事件が報道されると世間は凍りついた。いや、これ報道されたら、いや、えぐーってなるよな。聞きたくもないな、うん、気持ち悪くなっちゃう。具合悪くなる人いるよね、うん、絶対。逮捕後、犯行は素直に認めたが、動機については、自分はどうかしていた、悪いことをした、と泣きながら反省を述べるばかりで、その真意は最後まで謎のままとなった。また犯行から処理までの手口が明らかに手慣れていたため、同様の犯行をこれまでにも何度か行っていたのではないかとの疑いもあったが、結局それを裏付ける証拠は出てこなかった、はあ、第一審での判決は無期懲役となった。被告側からの控訴はなく、そのまま執行された。やば、ねじま事件、やばいじゃん、イカれてるやろ、ねじま文親か。口縫い付けてるからなね、口を縫い付けた上で、ちょっとずつ体の端から切り刻んでったってことでしょ？
やばすぎやろ。いやー、ちょっと物語の話だけにしてくれ。自分はどうかしていたじゃないやろ。そうだよ、それで泣きながら、いやー。誰が許すねん、こんなやつ。ほんとだよ。いや、これは確かにカイさんもね、覚えてるわ。そんな小学生とかだとしてもね。あ、人物リスト、ねじまふみちか、うーわー、うわー、やば。髪も長いし、なんだ？思ったよりやばかったな。うん、思ったより、あの、首がなかった。はい。ああ、20年以上前に、ねじま事件と呼ばれる虐殺事件を起こして、もう、話題になった男。いやー、嫌な話題になり方。そうだね。そんな話題のなり方嫌だよね。それはもう、どういう話してたんだっけ？ねじま事件やろ。そうだね、ねじま事件で手紙使って、うん、ねじま事件じゃないっていう話をな。うんうんうん。身の回りに走った衝撃たるや。だってね、体の他の部分も川に沈んでるはずだって。汚泥のような川底をさらったけど、結局一部しか発見できなかったの。ほとんど腐って溶けて流されちゃったみたい。その代わり、川に潜って捜索した調査員が全員体調を崩したのだとか。それは気の毒な話だ。全方位で。汚い川だからいいやという心理で、何でもかんでも投棄されていたようだね。投棄したとしても汚えからバレないしねっていう。にゃからってやっていいかどうかって言われたらそうじゃないからな。それで一層汚染が進む悪循環だ。誰だってそんな汚れた川に潜って捜査なんてしたくないだろう。いや、よくやったね、調査員。なあ。そう。つまりこの川の底は、誰も探さない場所だった。隠すにはうってつけよな。で、ね。当時は世の中がすごいスピードで変化していた。人も物もごちゃごちゃだった。混迷の時代。東京には地方から上京したり、近県から家出をしてきたりで若者が多く集まっていて。そのうち何人もの人が悪い人にさらわれて、誰にも知られないまま行方不明になったという事例が多かったのだとか。ん？もしね、人の死体を切り刻んで当時のこの川に投棄したとしたら、すぐ腐って腐臭も全然目立たず、ヘドロに埋もれまず見つからないだろうって。でも秀一君は見つかったからな。まさか。クラスメイトの子を殺して切り裂いて捨てた犯人、ねじまふみちかはその後、無事に逮捕されたけど、その様子から、きっと余罪はたくさんあっただろうって。他にも同じような目に遭った子が何人もいたはずって言われてた。でも、結局その証拠は見つからなかった。多分、この川の底。だから汚れた川はもっと数多くの死体を飲み込んでいたはずで、そんな噂が広まってみんなあまりこの川に近寄らなくなった。つまりこの川そのものがすでに十分汚れているの。おーっていう話。どう？なるほど。どんなに見た目が浄化されようと、汚れが染みついた川にいい思い出などないわけだ。しかしマダムは随分とねじま事件に詳しいんだね。ええ、だってね、隅田川で左手の一部を見つけたの。
私だったから。あー、しんどいね。あ？それがなければ、ねじまの犯行が発覚することはなかっただろうって。検挙できたのが奇跡だったと、警察から感謝状をもらったりした。それが、警察庁幹部だった父から、唯一褒められた行い。うわぁ。そうか。犯人にとっては運がなかったわけだ。そうね。恨んでるかしらね。いや、別に犯人のことをねぎらったりする必要ないやろ。まあね。運がなかったから。遠慮する必要ないね。そういう必要一切ないと思うけど。一切ないし、そう、なんだろう。あの、言葉にできないこのもやもや。ああ、春江さんの人生、なんかすごい辛いよ。うん、うん。なんかなぁ。親にもろくに褒められず、その左手を見つけたことだけしか褒められたことないって、なんだよ、それ。まだ調べられちゃうし。同じか。川調べるか。うん。隅田川。私にとってはとても闇が深い川だ。ああ、終わったね。うん。オッケー。いやー、じゃあようやく、カイさんと話すか。どっちがいい？私の話から。そうね。しようか。私の話をしても？ああ、どうしたんだい？あのね。白石道代って子。いたでしょ。ああ、誘拐事件の日に周一少年と一緒にいたという女学生だね。そう、その子だけど、もう死んでるんですって。何？新聞見てない？リヒタ見ろ。先週この近くで自殺した学生が白石道代という名前だった。確かに自殺があった。そうか、名前までは把握していなかった。なんてこった、一足遅かったが、ようやく掴んだ手がかりだったのに。いや、むしろこの自殺によってあの城の地という教師の気持ちが動いたのか。呪い殺されると言っていたのは死者の怨念ということだったか。これ他の人に助けを求めたところで無理じゃね？無理やろ。ねえ、探偵に依頼するようなもんじゃないの？うん。もんでもなさそうやけど、それこそ除霊師とかさ。ねえ。ミオちゃんなんじゃないと思うけど。それでなんであの、名前忘れちゃったけど、あの子と一緒にいたんだかね。奥田さん？そうだ、奥田さん。そうね、そこの関係性は見えてこんけど。うん。その子に話を聞けないとなると、話が振り出しに戻っちゃった。いや、あの教師何かを知っていて隠している。リヒタさんの瞬きめっちゃいいんだけど。そう、ほら、ああ、今瞬きする。そう、少なくとも白石道代の自殺の原因に城之内自身が関係していると思っている。だからこそ自分が死者に呪い殺されると恐れたのだろう。そこに誘拐事件が絡んでる可能性は高い。ん？まあ、なんとなく察しはつくけどもね。察し？推理とも言う。マダム、わかるかい？城之内教諭が何を隠していたのか。はあ？わ、え？城之内が何を隠してたか。うん。城之内自身が誘拐をしてた。のか？とか、
うん、まあその白石道を利用してたかはじゃない、その白石道をと一緒にいるところを見られてるから、うん、そうだし、あの怪しい人とその男だと思いがちだみたいな話だったから、ああそうそうそう、電話したのが男性やった、うんうんうん、のが城之内で、うん、誘拐させてた、うん、なのかな、じゃないかな、白石道夫が誘拐させられてて、うんうん、で城之内はそのまあ頭いいって言ってたしな、矢面に立ってその電話で、うん、あの警察を煽りまくっていた人物が、そう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 、なんじゃないのかな、城之内か、なんとなくって言っとく、うん、そうね、なんとなくだけど、え、城之内教諭は白石道夫を、うん、脅迫していた、城之内教諭は白石道夫を脅迫していためっちゃ適当すぎる違う、おい、よい、そうだ、僕もそう思う、うんうんうん、白石道夫はそうか、加担しちゃったから、あれだね、やっこちゃんに話すにも話せなくて、うんうんうん、っていう感じかな、状況が生まれたんじゃないのかな、なんか脅迫して、うん、誘拐させてた、うんうんうん、なんか気持ち大人ったもんな、ね、そっちね、あー、はいはいはい、誘拐事件を目撃した城之内教諭はそれをネタに白石城を脅迫していた可能性がある、バラされたくなければ言うことを聞けと、やば、だから目撃したことを隠していたし、追い詰めすぎて自殺したと考えた、だからめっちゃ恨まれてるし呪われるってなっちゃったってこと、最低ね、まだ推論だ、とにかくあの城之内という教師にはもう少し話を聞いてみる必要があるな、うん、これ答える前さ、セーブしたっけ、していません、なんかさ、うん、別の選択肢ちょっと見てみたくない、見てみたいね、ちょっとスロットにちょっとロードして進めてみようか、白石道夫は城之内教諭、白石道夫殺害した。殺害した。白石道夫は白石道夫を殺害した？まあ、間違いはないな。間違いではないな。うん。違う。それは、つまり、自殺をした、ということになるのかな？あ、ブブブ。あ、なんか、気持ちよくない音になった。うん。さすがにちょっと考えにくいんじゃないかと思うな。そう、残念。探偵の真似事で推理なんてしてみてもうまくいかないのね。まあ、今その話は置いておこうか。いずれはっきりするだろうからね。あーで進んじゃうんだ。まあ、その、なんやろうな。シギマハルエさんが、ちゃんと理解してる上で話は進めれるって感じはするよな。うんうん、うん、先に答えられれば、いや、そう思うんだよ、こうなんじゃないかっていう考察がプラスで聞けるみたいな感じか。いや、いいんじゃない？分からないも多分同じだろうな。分からない、うん、一緒な感じはするな。ちょっと、こっちロードで。あれ合ってる？合ってる合ってる。そうだよね。OK。じゃあ、あなたの話どうぞ。そうか。貸主を探して七不思議とゆかりのある場所を巡ってみたところ、何人かそれっぽい人を見かけた。まず金絞り公園の近くにいた長身の男、弓岡、そうそうそう、名前いつも忘れるわ。弓岡はでもただただ貸し入れ主じゃなかったんよな。まあでもぽい人やから、うん、1%しか来れなかったし、うん、この時間にうろついてるのはもしかしたら貸し入れ主なんじゃないかっていうところか。うん、何も知らずに道を尋ねるふりをして接触してみたところ、
逆にこちらを探るような問い返しをされたが、無関係だと判断するとさっさと去っていったよ。呪いについて知ってそうな感じだったな。貸し主の可能性は 40% くらいだ。はあ。ん？南割下水通りで見かけた中年男性。なんか後ろ姿普通にあの城の地っぽいに見えるよね。これでもあれよね、きっとあのなんだっけ、キエズのアンドン？キエズのアンドンかな、の人じゃないかな。この男は手に呪詛玉らしきものを握っていたから、おそらく間違いない。明らかに挙動不審でキョロキョロとターゲットを探してる感じだったから、怖、積極的に細工を集めているのだろう。僕らの狙いの目としては悪くない。お、続いて両国橋付近にいた若い男女の二人組。これメガネクイの人ね。メガネクイ。この場所では青年の方から貸し主かと声をかけられたよ、まあ、協力しようという話ね。うんうんうん。僕が知らないと返事をすると謝罪して、またこの付近で隠れて待つ様子だった。どうも協力者を探しているような振る舞いだったな。ただこの二人の関係はあまり協力しているようには見えなかったけどね。へえ、そうなんだ。最終的には女が全部かっさらうみたいなさ。あー、ありそう。全然ありそうじゃない。うん、だし利用させてもらったわ的なポジションよ。なんだっけ、ゆうたろうだっけ、名前忘れちゃった。ゆうたろうな気もする。そうだよね。あ、そう、波垣ゆうたろうくんがさ、大きい家にやられた後スッていなくなっちゃったもんね。うんうん。あー、こいつ使えねえわ、用済み、使えねえっていう感じだったもんな。うん。グループで再婚集めを攻略しようという考えは悪くないと思うけど、この状況で信用できる仲間が集まるかどうかは難しいだろうね。ただなりふり構わない姿勢は好感が持てる。彼らがどんな事情を抱えているのか興味を持ったよ。あとは道端で見かけた二人組の刑事。あ、あったんや。あってるみたいだね。え、これ哲夫ちゃんポケットに手突っ込んでるけど、そこにこう呪詛玉隠し持ってるってことかな。あー、持ってそうね。え、刑事まで。先日この近くの公園で死体が発見されたから、その事件の捜査をしているだけの可能性もあるけど、その事件現場は七色のゆかりの場所だ。呪いに巻き込まれた可能性は大いにある。本庁の刑事がわざわざ来ているというところもややきな臭いところだ。なぜ見ただけで本庁の刑事だと。あー、エリオ順と同期だからだ。エリオ順とそう、同期やからわかるんやろな。何、ちょっと知った顔だったんでね。うわいいな、こういうつながりと。まあなんとなく怪しそうだった人物はそんなところだな。ありがとう、さすがね、この短時間でそれだけの情報を。これでもプロフェッショナル探偵だからね。プロタンね。プロタン、そう略してプロタンといったところか。先に言っちゃった、ごめん。まあプロタン、そんな格好なのに目立たずに行動できるのもプロタンのなせる技。ああ、僕くらいのプロタンになれば白い服での隠密行動もお茶の子さいさいだ。それはそうと。それはそうと、多いとこやったな。スルーされちゃった。再婚を集めていそうなのは中年男性と男女のペアあたり。いずれにせよまだ奪うには早いだろう。思ったよりも貸し主同士の接触は多くなさそうだったね。うんって口してる。みんなその口するやん。他にも貸し主はいるだろうし、まずは目星といったところだ。目星振るの？俺の目星は80だ。8割はちょっと外れるな、多分。これから呪い殺された人が発見されればもっと騒ぎになる。状況がごちゃっとしてくれば奪うチャンスも出てくるだろう。
うんうんうん。まあこれからどうするのかっていう話かな。そうだね。うん。どうかした？いや、ねじま事件からもう20年が経っているのかって思ってね。そうね。いたずらに不安を煽りたいわけじゃないので、雑学として聞いてもらいたいのだが。先例的には無期懲役者でも、初犯ならば20年も経てば仮出獄が認められていることが多い。もちろん服役中の態度で改春の情と更生意欲が認められた場合の話だが。じゃあもしかしたら出てきている可能性もあるってこと？あるんじゃないのかな。ああ。そう。よく知ってるのね。でも、そんな前科があったら、社会復帰するのは難しそう。最近は、仮出獄者への、住居や仕事の、斡旋も行われているようだね。そうなんだ。もちろん、保護観察に使わされるので定期的な面談などは行われているが、無用な偏見を避けるため、責任者以外には前科は隠しておくことになっている。うんうんうん、隠されんねんな。なるほど。さらに名前が大々的に出てしまった犯罪者は、通名での業務を認めることもあるらしい。偽名使って、ね、今、うん、通りな、そうだね。通りなでの業務を認めることもあるらしい。ああ、そっか。そういう風に名前を変えて、今この世界というか、このね、墨田区にいる可能性もあるっていうことやな。うわぁ。それきついよな。わかんないもんだって。多分、20年も経ってればさ、太ってる人が痩せることだってできるし、痩せる人が太ることだってあるし。顔だって、多分過ごし方で全然変わるよね。変わるんじゃないの。まあ、それじゃあまるであのねじま文親が実はすでに人知れず仮出獄を果たしていて、名前を変えてこの社会のどこかに紛れているかもしれないってこと？まあその通りだ。可能性はあると。ああ、実は数ヶ月前、昔のある大事件の犯人が仮出獄したという話を関係筋から耳にしてね。いや、ねじま文親っぽい。ぽいよな。それがねじま文親かどうかまではわからないが、ただそれを今思い出したっていうだけの話だ。タイミングがちょっとな。まあまあって感じはするけど、気をつけた方がいいよな。まあね。そう、気をつけることに越したことはねえからな。そうなのね。怖い話。なぜなら、ね。私も、思い出したから。何をだい？少し前、駒形高校を通りかかった時に、見かけたの。え？ああ。ええ？足や。ええ？足宮、誠。ああ、目が、ぽい。ぽい。痩せたらこんなにイケメンだなんて。え？本当かい？いやでもぽいぞ。ぽいなぁ。うわ。おっちゃん。だってつけそうな仕事ってさ、ちゃんとした企業には勤めんの難しそうやん。大企業とかさ。はぁ。あるんじゃないの。関わってきちゃったなぁ、おっちゃん。
そこで働いていた職員で、なんとなく、根島文親を思い出させる男。何？二十年も経ってて、かなり人相も変わってたし、何より、当時よりも体重が30キロは減ってる感じだったから、気のせいかと思ってた。でも、もしかしたら、そうなのかもね。ああ、シミヤのおっちゃん。めっちゃ好きだって言ってたのに。もうちょっと、信じられんくなってきたね。いや、心から構成してあれだったら、まあ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 。その、うちに秘めてるもんが何なのかまだ知らんから。難しいよな。難しいね。それで、この後はどうするの？まだ見えてない貸主の動向が気になるところだね。ひとまず、この隅田川本庄七不思議のエリアから少し外れている。おそらく、貸主もここまでは来まい。だろうから少し考える時間をもらいたい。そう。わかった。ん？中断するある。ほえ？あ、今はこの先に進むことができないようです。状況が変わったら途中からから再開してみてください。中断するとストーリーチャートに戻ります。へぇー。おえー。はぁ、はあ、はあ、はあ、じゃあ、鉄夫ちゃんとかを進めてからじゃないと、進めないよーってことだよね。っていうことか。わぁ。なるほどね。へぇ。状況が変わってから。だから他の時間軸、ん？他のルートも進めて、うん。そこで何かしらアクションをお子さんと繋がらんってことね。うん、うんうん。それを知った上で話を進めないと、なんか辻褄合わん部分とか、出てきちゃうから、うん、出てくるだろうね。うん。じゃあついに。ついに。我らが鉄夫ちゃん。鉄夫。現場検証。警視庁捜査一課の警部、堤哲夫は、警察官の謎の怪死事件の調査のため、部下のエリオ淳と共に現場である旧安田庭園を訪れていた。はぁ、あ。やるか。